上下がバラバラになる場合はまず下からベッドの上に乗る練習から始めていきます。よいしょ、フードを使ってさっぱりか、手についてくる練習をして、さっぱりか、ぎゅうちゃんこれ大丈夫やな。次にハウス、入る瞬間ぐらいにフタつけてやってみましょう。奥まで誘導したら、ではそのまま犬がくるっと戻ってきたところで手を引いて、できるようになってきたらハウスして、お顔こっち向いた段階でアイコンタクトを取っていきます。こうやってハウスの中の待機時間を増やしていきます。伏せを覚えてたら、次伏せもプラスしていきます。できるかな、これは。胸伏せは難しいか、練習していこうか。アイコンタクトで、扉つけていきます。で上げて、次扉閉めていきましょうか。扉を閉めて、そこで上げてください。はい、この扉を閉めてる時間も長くしていって、ガリガリ開けてって言わないようにしていきます。そう、上げながら閉めて、閉めた後、そう、扉取っちゃいます。ハウスのハンドサインも少なく、させながらやってたのをちょっとヒント少なくしてて、違う方の手で上げます。指さしたらハウス、ハウス好きになった、おりこおりこ。おお、
すごいやん。さあ、リッカーさん、じゃあこれで最後ね。さあ、リッカー、じゃあリッカーでした。